皆さんこんにちは、フェリシティです。バトルラリーの赤ちゃんハントの5回目分やっていきたいと思います。まああとに40か、万願寺とは言うけれど池もあるから結構広いんですね。でもあの辺にほとんど人いない。こっからスタートか。あのお坊さんがファンさん、あの釣り具店のファンさんぐらいしかいないですよね。せめてあの釣り人もいないか。釣り人がせめていればもうちょっと賑やかになってたのに。じゃあもう左側から攻めていきます。本当に行きにくいなこの場。このもうちょっと行ったところの父さんの店とトト雑貨とはしごかなんかで行き来できればものすごく楽なんですけどね。ここあ、前回いくんちゃんが歩いてるの見ましたけど、この8時過ぎの光景も。いた。よし、バトルラリーでしか、赤ちゃんハントでしか見られないですよね。このまだ日が昇りたてみたいな感じの。この前のいくんちゃんの出勤シーンはあれですね、この今回店の閉店とかがほとんどない状態になってるんで、その中でもなんかすごく楽しめたシーンでしたね。いた。お、なんかちっちゃいな。さっきのが読んで、これが11。どういう並びになってるんだろう。父さん、元気ですか。この辺からでかい石を屋根の上に投げたら穴開きそうですね。できれば子供がそういういたずらをしないことを願います。まあ赤村の子供たちはいい子なのでそんなことしないと思うけど。ちょっと左の、微妙に水の中かい。あれ違う。よし、お願いハッカちゃん。時間だけは過ぎていくって感じですね。で、違うよね。まあさすがに5回目ともなると、この隠し方とかが隠れ方がある程度パターン化されてきてることはわかりますけど。ファンさんいた。でもこれ
ファンさんっていう言い方もどうかと思うんですけどね。まあ確かにピーンでのはファンさんでいいんでしょうけど、三国志に慣れ親しんでいると、木っていうじゃあ甲虫とか郊外とかの甲の方がなんか呼び慣れた感があるんですけど。いた。よし。2番。2がここなんだ。起点がここってことだな。うん。いた。これだ。2の隣が9なの？どういうことだよ。これは中だな、多分。パンさん、こんにちは。T シャツ、もらった T シャツ、愛用してますよ。寝るときも着てるよ。こんなところにもいた。楊秀玉さんに、あと1ヶ月しか、ダメだと言われた時も来てたよ、夢の中で。赤ちゃんハントの居場所だけをまとめたような動画も出てる感じですけども、個人的にはああいうのはどうかと思いますね。もうそこまでものすごい難しいものでもないと思うし、これって。やっぱりいろいろ考えながら探していくのがいた。探し楽しいんじゃないのかなと思いますけど。人それぞれですかね。これって水の中、とは違うのかな。いた。これだ。苔生えてる。3番。1,2,3。1ってどこで見つけたんだろう。3,4,5。いや、5,6とかないのか。1はあれかな、店の中かな。10時で8個か。まあまあな感じですかね。さっきもちょっと言いましたけども、シェンムー一生横須賀じゃない、やシェンムー3、今プレイ時間がいくつだったかな。あ、いた。お、こんなハッカちゃんもいるのか。まあ、大体107から108時間ですね。それで、
7月1日にあと1ヶ月の猶予という吉井玉さんの夢を見ました。まあ正直いろんなことができるっていうか、まあ やることが多くて、これ時間が足りないですよね。いた、何その逆さま。これだ。シェム一緒横須賀や2はよほどのことがない限り、そんな警告の夢なんて見ることはないですからね。実際自分でも見てないです。時間をわざと早めれば、まあ、見るのことはできるでしょうけども。今回普通に自分のやり方で楽しんでただけなのに見ちゃいましたね。こっちの船とか見たっけ。近い。正面に、もっと近くじゃなきゃダメなのか。お、ハッカちゃんだ。まだか。バケツの中？また狭い隙間に。ハッカちゃんがいた。大体見たと思うんだけどな、この湖。いや湖じゃないや、池ね、池周りは。でもどっか見落としがあるんだろうな、きっと。これまでのパターンだと。よし。プレイ中に万願寺があるならアルカリ寺もあるかなと話してましたけどね。リチウムイオン寺とか、ニッケル水素ないな。あ、メイヨー君が練習に来てますね。メイヨー君ともちゃんと3台やっとけばよかったな。もし、
スンケンばっかりあってもな、スンケンとマホしかないですからね。ここできれば2カ所ぐらい警報もあるとかなりこの時点で修行はできたんですけどね。やっぱりそれは見え見えだったよ。お昼前か。あ、いるんだ。なんて言ったっけ、あの人。聞けば思い出すんだけど。これは、どこですか。中かな。いた。結構中の方だったな。しかしあれですね、やっぱりシェンムは他の人のプレイ、まあ、自分でいくら かなり頑張っていろんな人の話を聞いてもやっぱり何かしら見逃してる部分とか聞き逃してる話があったりして、他の人のプレイのも、まあ、最近序盤の方だけですけども見たりしてるんですけども、やっぱり他の人のプレイを見て初めて聞くセリフとか話とかありますよね。まあこれこそがシェームらしいなと思いましたけど、どこですか。この辺から向こうの方かな。それともまた中の方。あ、いた。なんかいたよ。こんなところにもいた。18か。こっからが大変だろうな。もし池のところとかを見逃してたら。こんにちは。載ってる雑誌とか見ましたよ。こんなところで。勝負でも大人気じゃないですか。手に持ってる。ハッカちゃんがいた。よし、19。この中だといいな。
の中ではあれですね、しっかりと止めてみることはできないんですね、このゲームの中では。本編ではできるけど、ないのは何年だ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、13、14、15、17、17はどうなんだろうな。池の近くかな、やっぱり。この中も捜索したかったな、もう一回。17でしょ、でも。またあれですよね、これ。なんか、反応は小さいけど、小さいから、その、遠くまで行け、近くまでは行けなくて、遠くで発見するってパターンですよね、きっと。結局時間が経っていく。ここ行けるんだ。どこまで行けんの？こっちじゃないな。うわ、時間切れだ。遅いな。また明日にしよう。いやー、分かんなかった。よく頑張りました。ここまでのご褒美よ。どうぞ。この調子でいけば厳しいな。全部見つけられるかもよ。また来てね。待ってるから。最速でいけるかと思ったのに結局見つかりませんでしたね。一回バトルラリーをやって、じゃあ新しいコースをやって、コースも全く分かんないな、これ。さんの家あたりですね、ここ。今の人倒れたんだろうか。お前がこんなとこに。どっかがゴールなのかな。今郊外さんみたいな人がいたけど、これ上部から
ゲスト出演してんのかな。まだチェックポイント。なんでやってるの。ここ違うの。あら、1位になっちゃった。トロフィーを獲得しました。爆心のミドルディスタンス。歴代ナンバーワンだ。大したもんだ。報酬はこいつだぜ。ほらよ、獅子王の剣法儀。ここはな、この岩の上は歩かなかったな。鳥の声が大きい。それっぽいのかな。違うか。やめたな。なんかそれっぽいのがいるな、見えるんだけどな。あれって木の幹じゃないと思うんだけど、どっから見えるんだろう。あ、いた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 。こんなところに一体誰が隠したんだ。いやー、今回も苦労しましたね。結局
電話ですよ。このエリアのハッカちゃんは全部よ。あとは他のエリアを探してね。お寺はいろんなものがあるから、ハッカちゃんを見つけにくいのよね。それなのによく全部見つけたわね。お寺じゃなかったですけどね。だいぶいい調子で見つけてるみたいだけど。いや、次こそは応援してくださいよ。髪下ろしてくださいよ。いや、次こそはストレートで早い時間で見つけたいですね。やっぱり最後に何を残すかで全然違いますね、これ。はい、それでは次回最終回にできればいいんですけどね。まあ頑張ります。それではどうもありがとうございました。